ージです。物語を届けたいと思います。ゆうさんです。お願いいたします。
だけど本当の気持ちが混ざり合ったな。きっと私は優と申します。よろしくお願いします。はいはい、なんで言ってない言ってない言ってない、あの雰囲気壊れるからやめてね。はい、本当にいじられたいですよ。まだ、だけど、いや。じゃあ、いや。はい。すごいバンドの方々。ね。ユングフラウさん、頭から離れないです。うん。うん。すごかったですね。もうワクワクしちゃった。で、バンドでなんかは、もうきらびやかなね、演出が続いてね、バンドさんたちが続いてね、なんでこの、男一人ギター一本。この急に地味になる。かっこいい？本当？ありがとう。本当？あ、いいっすよ、もう熟女好きで、熟女好きでーす。あのね先に進まないの。先に進んでいい。で、いろいろ話そうと思ったけど、ちょっと時間がだから次行きます。そう、普通だよ、普通。ちょっと、アンティークなロックを、アンティークロックという曲です。聴いてください。
子供より大人の方が寂しくて、年を取るほど嬉しいことに泣けてきて、いろんなことに臆病になっちまうけど、それは守るべき人を守れるってこと。鏡の中へ口づけしなよ。夢の中で踊りなさい大人。夢の中じゃ誰も見てやしないから、いけなくて。
さっきね、伸ばすんだよ。あそこにいる人。まあね、飲みたかったよ。もう声が出ない。じゃあ、時間、押し迫ってるんで、はい。お水いらないです。大丈夫です。次で最後にします。いや、やだ。次で最後にするの。もう時間も時間だからね。はい、じゃあ今までいろいろありましたけども、いろいろありまして、いろいろね、この谷あり。谷ばっかやけど、いろいろあったけどね、いろいろあって、で、今の気持ちを歌って、歌を最後に歌って終わりたいと思います。愛の歌、ありがとうございました。ゆうでした。どうせかっこ悪いさ、バカみたいに過去にすがる。あんなに憧れた夢はいつか形を変えて逃していった恋たちも僕の未熟さを語る。逃げてばかりいたんだ。
負けてばかりいた。それでも僕は僕を許して揺れちゃう。